久しぶりに、出会ってまいりました。正式の私は名前が覚えてなかったので、正式名前で言いましょう。はい。組名が。サーロン・ナルセです。はい。ヘアサロン・ナルセです。ナルセ駅もすぐ近くになりまして、夜の1階になりまして、こちらでお世話になります。前回はシャンプーマンを応援しましたので、カットを何か持ち歩いてます。結構期待が広くなってます。まだ全部、ヒゲで、かなり髪の毛の20代、30代に比べると全部太くなったので、それ今、高さがいいですから、それを見ました。高さ、顔の高さがいいです。いいですよ、真正面に当てる。カメラの真正面に当てる。明日はクリスマスイブになります。連日に買ってきています。今日ですね、19万ぐらいになるのです。再生回数、動画の再生全部。結構、チャンピオンの分です。なんかマッサージの人があって、眠りかかってるかなんかいうのが人気なんです。で今でも抜けるくらいいいんですよ。なかなか人気あるのかなかなかわかんないですけど、カットは全体をやりますから時間がかかるので、あまり長く同じようなものを皆さんに見られたら申し訳ないから、もう少しカットします。映像をカットします。タイトルじゃないですか、カットをカットなんか言ってたのかな。意味わかんないです。音が入らないとずっと喋ってるのもあるんだよね。どうしましょうか、今日は。じゃあ今日はすぐ近くにあります、マッサシリスの創造大会に行ってまして、バレーボールの試合を見てました。マッサシでは全国の私立学校のバレーボールの選手権を全国の私立学校、大勢の皆さんが来て参加した大会で、非常にレベルの高い大会です。おそらく先輩杯とか、そういったものに、踊るような大会だと思いますが、調査大会が、つい先ほどまで、調査大会で行われています。土曜日から行われまして、開会式には全部の学校が参加していたんですが、その後は、それぞれの各地域に分かれて試合をやっておりました。そして今日、準々決勝から、この松田施設の大会になりますので、野球で言えば甲子園、サッカーで言えば、国立のようなものが、この夏たちの総合大会の中にしてもらえば、ルーラです。そこで、決勝戦まで行われまして、その先ほど、勝敗が決まりました。優勝は、東京の戸原戦。そして、準優勝は、茨城県の霞ヶ浦高校でした。女子は、下北沢帝都高校が優勝いたしまして、準優勝は、宮城県の古川高校でした。それぞれの皆さんが頑張って、先ほど表彰式まで行いまして、せっかくですので、表彰式まで全部見て、この会場を後にしたわけです。この後、散髪をしまして、ゆったりした気分で一日を終わろうと思っております。今日は、エアソン・アルセさんでお世話になっています。カットの時間を見ていただきました。ここで一旦終了いたします。
僕の人、真ん中の丸いやつ。